皆さんこんにちは、ストライクたかしです。いつもご視聴ありがとうございます。皆さん、車でパッシングをするようにトライクにもパッシングを使う意思の疎通が存在します。トライクのヘッドライトはいつも点灯しているので、ロービームからハイビームに切り替え、またロービームに戻すとパッシングを1回行ったことになります。パッシングは交通規則で義務付けられているものではないため、パッシングの意味は自分で想定しなければなりません。パッシングにはどのような意味があるのでしょうか。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントいただければ解決させていただきますので、チャンネル登録お願いします。今回は大きく4つのパッシングの使い方についてお伝えしていきます。パッシングにはどのようなものがある？トライクも自動車も同じ道路を一緒にドライブしているので、トライクと自動車でパッシングの使い方に全く違うところはありません。パッシングの使い方は、道を譲る、感謝を伝える、危険や異常を知らせる、怒りや抗議をアピールするの4つの使い方に大きく分類することができます。各自の状況で1回もしくは2回ほどパッシングをします。具体的には次のようにパッシングを行います。とりあえず道を譲る際のパッシングです。右折をしようとしている対向車がいるシーンで、その対向車を対象にスピードダウンまたは停止しながらパッシングをすると、お先にどうぞと道を譲ることができると思います。道を譲る際はいきなりスピードダウンしてみたり、ストップするとかをすると後続車から追突される場合もあり、リスクがあるので周りの車両にも十分注意をしましょう。道を譲ってもらった際にはパッシングをして会釈をしてお伝えしましょう。右折をする際に対向車に道を譲ってもらった場合以外にも、例えば路肩に停車や駐車している車両が邪魔になっており、対向車線を走行しないと進めない場合に、対向車線の車両が止まって道を譲ってくれたなら、パッシングをして感謝の気持ちをアピールすることができます。危険性や異変を対向車に知らせるためにもパッシングをします。まっすぐに走行している際に対向車が右折をして前の方を横切ろうとしていたり、左から右折車が飛び出して来ようとしていたりしたなら、パッシングをして車が直進するので飛び出して来ないように意識をさせます。トンネル内で無灯化の車両がいたら、パッシングをしてヘッドライトの点灯を促します。夜間ドライブ中に対向車がハイビームで運転していて眩しい場合に、パッシングをしてヘッドライトがハイビームのままになっていることを分かってもらえます。ウインカーを消し忘れているバイクに対してパッシングをして気づかせてあげることもできます。また先に事故が発生している時や、この先で警察が取り締まりを行っている時なども、対向車にパッシングをして危険性を教えるケースがあります。最後は怒りや抗議を知らせるためのパッシングです。高速道路で走行車線に車両がいないにもかかわらず、追い越し車線を低速で運転している車両がいたタイミングで後続車がパッシングをして道を譲るよう促進させます。また一般道を運転中にいきなり危ない割り込みをしてきた車両がいるならば、パッシングをして危ない割り込みに抗議をして怒りをぶちまけることがあります。ただしこういったパッシングの利用の仕方は相手のマイナス感情を買い、大きな面倒なことになりかねません。安全のためには怒りの感情はセーブして対応しましょう。また抗議の意味を含めてパッシングをすることは揉め事のもとです。できるなら控えるのが良いでしょう。特に前の車との車間距離を縮めて必要にパッシングを続けることはあってはいけません。紛れもなく煽り運転であり違反行為です。パッシングを行う時の気をつける点とは、パッシングは交通規則で決定づけられたものではありません。このためきちんとした一つの決め事がなく、人によって解釈が分かれることが考えられます。
またパッシングの活用法には地域差もあります。決められたパッシングの規則性がないということを念頭に置いて行いましょう。パッシングは誤解が生じやすい、とてもあやふやなコミュニケーションです。そのためパッシングだけでコミュニケーションを取るのではなく、アイコンタクトや身振り手振りも使用しながらコミュニケーションを行うのが良いでしょう。特に感謝を伝えるのであれば、一礼や手の挨拶とともにアピールすると気持ちが伝わりやすくなります。これは慣習的なパッシングの活用法を説明したものであり、パッシングをお勧めするものでも否定するものでもありません。パッシングをやるかやらないかは自由です。またパッシングの意味を知らない人がいても責めるわけにはいきませんので、状況に応じてパッシングをやるようにすると良いでしょう。パッシングの扱い方も自動車と変わりません。しかしパッシングは交通規則で決まったものとは違うため、きっちりとしたルールがなく様々なケースで行われます。慣習的にされており勘違いも生じやすいため、パッシングをするのであれば注意は必要です。トライクでパッシングをするかしないかはそれぞれのオーナーにお任せですが、パッシングという慣習があることを意識してパッシングの意味を知識として持っておくことができれば、安全運転に役立てることができます。それでは皆さん、楽しいトライクライフを楽しんでください。僕のトライクたかしチャンネルでは、あなたのトライクに関するお悩みをコメントいただければ解決させていただきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また Twitter、インスタから DM であなたのトライクに関するお悩みも個別で解決させていただきますので、フォローの方もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。